ツフォーカス。はい、株式会社 MLJ のタミーシールドのご紹介です。日本では妊婦さんのシートベルト装着義務が免除されているけれど、それってとても変なんですね。ママもお腹の赤ちゃんも車に乗る以上しっかりと守りたい、そんな思いを形にしたのがこの MLJ のタミーシールドなんです。とても重いんですよ。これ中にステンレスの板が入ってるのでとても重くて、しっかりしてる。なので置くだけで滑らないんですが、助手席につける場合はこのようなベルトもついているので後ろ側に回して簡単に取り付けることができるんです。で、欧米では多くの販売実績があり、 MLJ が日本で初めて紹介している商品なんです。これ実際今置いてみたいと思います。はい、こういう風にですね、置いただけでかなり安定するんですね。あとここ見ていただけますか。ここがですね、お腹の大きさに合わせて調節ができるようになってる。はい、実際ですね、タミーシールドのベルトを後ろに回し、このようにピシッとで、ここで調整できます。はい、今タミーシールドに座っている状態で普通にシートベルトしてるんですけれども、お腹の部分どうですか。今ちょっと圧迫されてる感じがあります。そうなりますよね、はい、普通。それでタミーシールドって、シート自体にフックがあるんですね、はい、でそれちょっとそっちにつけてみてもらえます。はい、そこをフックに。これ結構簡単ですね。そうですね、はい、簡単にできました。簡単にできますね、はい、この状態だと今全然お腹に負担がかかってなくて、はいはいはい、でもなんかここの足のところでがっちり固定してくれてるので、すごい安心感があります。おー、いいですね、はい、後ろの座席でも使うことができます。これを置くことでですね、このように安定します。はい、このようにタミーシールドって乗った状態でも簡単につけられますし、マタニティの方でもお腹に、負担がかからないような感じ、おすすめですね。はい、株式会社 MLJ のタミーシールドのご紹介でした。